ほら意味ねえですよ。皆さん女性ライダーと一緒にツーリングしてますよ。急に狭い。そうなの。さあなっせ。ほらもう知ってるじゃん。生きてないとかさ。あの人やっぱ結構なったりするじゃん。ノーキーさんの編集がめっちゃおもろい。やばいっすね。実際さミッチさんの。ミッチさん。うん、もうエミネートツーリングしちゃってるからね、もうガンミですよ、ガンミ。変態。さっきも隠し撮りしてたらバレちゃったから、ね、いや、本当だよね。そう、結構堂々と隠し撮りそう、堂々とです。エミネートツーリング楽しいな。もう見てるだけでいい、ジロリ変態やん。そういえばあのエミネってなんか私に YouTube のコメント欄でコメントしてくれたじゃないですか。そう、私それがきっかけで、まあ、エミネを知ったんですけど、あ、これ女性モトブロガーじゃんって思ってって思って、うわこれはありがたいと思って。なんでコメントしてくれたんですか。あれね、はい、なんかその前からアッキーのチャンネルはずっと見てたの。へぇ、見てて、そう、女性モトブロガーだと思って、はいはい、見てたら多分、はい、運転技術があったの。やばい、バレた。そう、同じぐらいの運転技術だって思って、なのに、はい、この人なんかレースのイベントかなんか行ってるやつに私コメントしたんだけど、すごいと思って。いや、すごくない。私と一緒じゃなかったかも。きっかけで、すごいですねって確かコメントしたの。はいはい、なんか、ここにいますみたいな。やばい。本当にあれはですね、はい、全くすごくないんですよね。私なんかでもまあ出れますよっていう楽しんだ気持ちを持って、はい、参加したわけですよ。全然エミネもできますよ。本当に。はい、栃木ライダーさん一緒についていっちゃいましょうか。これ行っちゃいましょうか。どこか左に曲がれるとこある。あ、ありますよ。そこ左 T になってますね。 T です。 T 女性ライダーとツーリングとかしたことないんでしたっけ。エミネーって初めてなの。なんか嬉しくてしょうがない。はい、なんかもうずっと今日の支度をしてる夢をずっと見てた。めっちゃ楽しみにしてるじゃないですか。永遠と支度してるだけ。やばい。いやー、いいんですか、エミネの初あ、カミカミ。なんで噛むんだよ、ここ。すいません。エミネーの初めての女子ツー相手がいいんですか、私で。でもね、アッキー本当超憧れライダーだから。憧れライダー。憧れライダーだから嬉しいの私。どこら辺が憧れライダー。エミネー身長はおいくつですか。身長157で。あの、ちなみにウエストは、わお。え、ちなみにヒップはどんくらいですか。ヒップなんて測ったことない。嘘、測るの。なんかお尻がちょっとお肉がいっぱいついちゃったんで。どこがですか。本当に。まあ、私のお腹を見てもらえばね、だいたいわかるんじゃないですかね、なんとなく。いや、エミネめっちゃスタイルいいですから、本当に。ないないない。いや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 。筋肉バカなんですか。やばい、じゃあ一緒にレッスンしてもいいですか。いいの。本当に。バーベルとかのやつ。
バーベル私絶対ついていけないやつだ。まあ、近くでもいいけど、なんかあるんだったら。いや、筋トレの筋トレレッスンしてくれるんですか。筋トレレッスン的なやつで。あら、なんかこの間言ったもんね、アッキーね。もうなんかもう、チラ見とかしちゃっていいんですか、私。チラ見？なんかチラ見しちゃっていいんですか。どういうこと？あ、お肉？何？いや、ちょっと、キモ。お尻を見てるよ。怖い。お尻が丸見えだよ。お尻を見てるよ。お尻が丸見えだよ。バイバイ。置いてかないでよ。置いてかないで。なんか栃木あっという間でしたね。あっという間だった。エミネキャンプ行きましょうよ。行きたい。行きましょう行きましょう。東京。左。はい。今行ったもんね。私が行ったらついてきてくれる？行きますよ。